以前相当お願いした工場が再び占拠されました。占拠者たちは以前制圧した連中の残党を名乗っています。前回より人数も多いようですが、さらに厄介なことにどうやら毒ガスまで持ち込んでいるようです。工場の閉鎖を撤回しなければガスをばらまくと脅してきました。どうやらガスの入ったタンクに時限装置を仕掛けてあるようです。要求してきた回答の期限まであまり時間はありません。これほど本格的な行動に出るとは予想外でした。おそらくいずれかの企業が背後につき援助を行ったものと思われます。もはや話し合いの余地はないでしょう。依頼内容は2つです。まずタンクに設置されている時限装置を解除しガスを無力化すること。できる限り迅速に行ってください。それが完了次第敵部隊の排除をお願いします。メインシステム戦闘運動起動します。毒ガスの入ったタンクは全部で2つあるようです。急いで解除してください。次元装置の解除を完了。あと3つです。装置の解除を確認。あと2つです。次元装置の解除を確認。残り1つ。